皆さんこんにちは、かけるです。動画を見ていただきありがとうございます。というわけでかなり久しぶりの、動画撮影をしております。というのも、ここ最近は家のこととか仕事でなかなか忙しくて、植物とか YouTube に、時間を割けなくて、結構しばらく空いちゃったと思うんですけど、最後の動画が多分2023年の振り返りっていうこういうね動画だったと思うんですけど、2024年一発目の植物動画ということで、ちょっと最初のご挨拶をしたいと思います。皆様新年明けましておめでとうございます。もともと不定期投稿だったのがさらに不定期になってしまうとは思うんですけど、今年もかけチャンネルをよろしくお願いいたします。というわけで久しぶりにこうちょっと動画を撮ろうかなって思ったんですけど、何を撮ろうかなって考えてて、僕は4月に未章を始めて丸2年が経ったんですね。全然忘れてたんですけど、最初に種をまいてからもう2年経って、で、うちも結構未章いっぱいやってるので、たくさんね未章株があるんですけど、せっかくなのでちょっとうちのね未章株の様子を見ていただこうかなと思って今回の動画を撮っています。なのでちょっとこれから植物の置いてある場所に移動して、全体の様子をざっくりご紹介するのと、あと未章株どんなものがあってとか、その辺をちょっと紹介していこうかなと思いますので、よかったら最後までご覧ください。はい、ということで、今植物のね置いてあるところに移動してきました。2024年5月現在の植物棚はこんな感じですね。今回はちょっと全体をさらっと、記録として紹介しつつ、未章株メインで紹介していきたいと思います。現在ねこの棚なんですけど、もともとは3段で使っていたんですけど、このね間にもう1段あったんですけど、ここを今取ってちょっとね距離を離して今ライトをこんな感じで使っています。下にはね未章株こんな感じでずらーっと並べてあります。でこの後ろに余ってたメッシュパネルをつけて、ビカクシダがねこうやってかけれるように作ってみました。この後ろ側のスペースがちょっともったいないなと前から思っていて、で距離を調整すればビカクシダの小株は、かけれるんじゃないかなと思っていたので、少し前にちょっと作業して取り付けてみました。今ねここには3株だけ置いてあるんですけど、一番左のこれがヒリーのリムコンスポアですね。洋平さんからお迎えしたちっちゃい未章株なんですけど、順調に大きくなってきています。はい、こちらが、昨年末にお迎えしたリンキーの、バクテリアスポアですね。これもねすんごいちっちゃくて不安だったんですけど、前の年末の動画と比べてもらえると差がねわかると思うんですけど、胞子葉の数が結構増えてきていい感じです。こちらはあくる日も植物イクタンさんからお迎えしたマウントルイスですね。これもねちょっと前にようやく板付けしたんですけど、こんな感じで胞子葉だいぶ増えました。はい、で棚の下にこんな感じで、主にアガベメインで未章株、あとちっちゃい養生してる小株なんかもあるんですけど、ほとんどが未章株です。でつい最近鉢上げしてだいぶ減っちゃったんですけど、つい最近まではほとんどこんな感じで、一つのトレーに土をたくさん入れてそこにいっぱいね種をまいていました。あと鉢上げ待ってるのはこのトレー2つ分だけなんですけど、これがオテロイですね。去年の9月末かな、9月末にまいたものですね。この隣がエボリスピナ、これも同じタイミングで撒いたもので、結構いいサイズになってきたので鉢上げしたいんですけど、ちょっと場所がないので
まだね、鉢上げ待ちって感じですね。で、奥の方の左側がユタエンシスと右がモンタナですね。6月に撒いたんですけど、モンタナはね、ちょっと微妙ですね。結構なんか葉が開いちゃってて、あとこの辺はほとんど鉢上げした未生株で、まあ一部小株もあるんですけど、まあ大体こんな感じで管理してますね。一つ一つ水やりが大変なので、こういう穴の開いたトレイに入れて、流しに持ってって一気に水をあげてます。で、下にこうやって給水トレイを置いてあるので、まあ特に水が垂れる問題もなく、こんな感じで管理しています。一番最近だとこれがオテロイなんですけど、結構な数鉢上げしましたね。多分50株以上あったんですけど、場所がなかったのでこの 1.75 鉢に植え替えて、まあね、こんな感じですね。今回6月にイベント出店の予定があるので、まあ、そこで皆さんにね、手に取っていただけたらいいなと思って、今回はちょっと数多めに用意していこうかなと思っています。はい、あとこっちにもね、ちょっとあるんですけど、奥の方と手前の左側がチタノタドワーフで、右側の8株がオアハカノオテロイですね。チタノタドワーフという名前で買ったんですけど、ピーコッキーが紛れているなんて噂も聞いたので、まあちょっとあんまり違いがわからないので何とも言えないんですけど、一応チタノタドワーフという名前で種を買って、これも去年の7月の末にまいてますね。で、これがオアハカノオテロイ、去年の9月18日にまいたもので、あんまりね、発芽率が良くなくて、もう残ったのこの8株だけなんですよね。これも結構個性豊かで、いろんなタイプが出てくるといいなと思います。はい、あと上の棚の方なんですけど、ここにも少し未生株置いてあります。で、僕去年ちょっとだけパキポディウムの未生もやってみて、まあ、結構失敗が多かったんですけど、これがエニグマチカムですね。これも9月末にまいたものを最近鉢上げしてみました。で、めちゃめちゃちっちゃいんですけど、一応ね、葉っぱも出して育ってくれてるので鉢上げしています。これが純屋さんにいただいたピグマエアの種をまいて、3粒中、2つ発芽して、なんとかちょっとずつですが育ってくれています。このね、右の子は結構成長早かったんですけど、左が一回ね、成長止まってしまって、最近ダメかなって思ったんですけど、なんかまた新しい葉っぱが出てきたんで、これも植え替えてみました。これがエビス笑い白花。これ去年のちょうど僕の誕生日の日に種をまいて、これ一株だけ生き残ったんですけど、29歳のね、記念に種をまいた時の株ですね。かわいい。で、この2つが、これはエビス大黒ですね。これ比較的成長が早かった2株。これも去年の誕生日に種をまいたものです。ちょっとね、パキポの実生苦手意識が強いんですけど、なんか最近またこうやって葉っぱがもりもり出てきました。結構ね、開根部分も太ってきていい感じですね。で、こっちもエビス大黒小さめなんですけど、こっちに7株あって、はい、あとこちらがアロエのドニーとゴジラの、ハイブリッドですね。ね、ちょうどうちで花が咲いてた2つを受粉させたら種が取れたので、まいてみたら
ハイブリッドアロエができました。8株しか残ってないんですけど、じゃあこんな感じですね。ちょっとちっちゃくて、まだ植え替えたばっかなんで動き出してないんですけど、初めてのハイブリッドアロエですね。かわいい。はい、というわけで、2024年5月現在の植物棚はだいたいこんな感じですね。で、せっかくなので実生をやってる中で何株かお気に入りの株ができたので、ちょっとそれも合わせて紹介したいなと思います。はい、一株目がこちらはアガベチタノタブルーですね。これはもうちょうど2年経つのかな、去年の4月14日に撒いたものですね。で、去年の4月14日だと多分僕が初めて実生をした種なんですよね、チタノタブルー。その時100粒ぐらい買ったんですけど、そのうちの1個ですね。で、2年ぐらい経って今このくらいのサイズ感ですね。で、なんか最近葉の形も結構いい感じに育ってきてくれていて、まあ、やっぱ最初の未生株っていうのもあるし、結構ねいい感じに育ってるので今お気に入りです。だいぶね、挙手もかっこよくなってきました。これをね、種から育てたっていうのは結構なんか感慨深いというか、これはね、ちょっと大事に育てていきたいなと思ってます。はい、でお次、これもチタノタブルーなんですけど、これは最初に撒いたやつの後に1ヶ月後にまた巻いてますね。5月14日。これももうちょっとで2年経ちます。で、2年経ってまだこのサイズ感なんですけど、この結構コンパクトな感じ良くないですか？このね、セラアートの小さい鉢に収まるくらいのサイズ感。このね、葉の色味と挙手の感じ、これがすごい今お気に入りです。で、本当は植え替えたいんですけど、ちょっと植え替えると形崩れちゃったり調子崩すかなと思って、しばらくこのままでいきたいと思います。はい、次がこちらオテロイですね。これも結構コンパクトめに育ってくれてる株です。これが2022年の9月25日なので、まあ1年半ぐらいですかね。これはオテロイ初めて撒いた時のやつで、結構小さい段階で鉢上げしちゃったので成長が止まっちゃってたんですけど、ちょっと前から結構動き始めて今こんな感じです。これもちょっとむっちりコンパクト系に育つかなと思って手元に取っておいたものです。もうね、この時に撒いたオテロイ結構イベントで出しちゃったりしたんで、ほとんど手元に残ってないんですけど、これは結構いい感じになるんじゃないかなと思ってます。はい、お次がこちらですね。去年の6月5日に撒いたオテロイのうちの一つですね。これ最近鉢上げしたってやつですね。でも鉢上げする前から、あ、なんかこれ結構むっちりなりそうだなって思ってて、まあ、そんなにねこう見る目がないので、まあ選抜なんておこがましいんですけど、まあ、ちょっと良くなりそうかなって思ってる株です。6月だからもう来月で 1年か、1年でこの大きさって、まあまあ、僕の育て方にも多分よると思うんですけど、まあ、比較的成長がゆっくりな方がコンパクトに育つんじゃないかなと思ってるので、まあ、これは結構ちょっと期待できるかなと思ってます。はい、で最後がこれです。
これも今見せたあの小さいオテロイと同じで6月に巻いたオテロイなんですけど、わかりますかね、このこれね、よく見ると4頭なんですよ。なんか変なのあるなって思ってたんですけど、鉢上げのタイミングで撮ってみたらね、これ全部一緒にくっついてました。4頭はちょっと見たことないんで、多分成長かなり遅いと思うんですけど、ちょっとこれは面白いかなと思って、こんな感じで植え替えてみました。うちにはね、あのいただき物なんですけど、いただき物っていうか、これあのプレゼント企画でなんかね、いただいたやつなんですけど、ホテルのね、2頭これもあるんですよ。こんな感じでね、4頭になったらめっちゃかっこいいなと思って、ちょっと期待してます。これもいいですよね。これもね、植え替えしたい気持ちはあるんですけど、ちょっと形が崩れちゃうかなと思って、しばらくこれでいきたいな。これ僕が撒いたわけじゃないんで、全然ね、自慢にもならないんですけど、かっこいいですよね、これ。はい、というわけで、だいたいこんな感じですかね、うちの実生は。まあそんなに成長が早かったり、なんかいい株が作れてるわけではないんですけど、まあ一人で種から育てて、ゆっくりね、楽しんでます。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあ、今回未生株をメインに紹介させていただいたんですけど、まあ、うちにはたくさん、数がねすごいあるので、まあ最初の方にもお話しした通りで、イベントの出展があるので、そこで皆さんに手に取ってもらえるように育てていこうかなと思います。まあ、イベントについては詳細が決まり次第、また、インスタやらこの YouTube の動画で、少し詳細をね紹介していこうかなと思いますので、情報をねお待ちください。はい、というわけで、2024年一発目の動画は、未生株の紹介をさせていただきました。最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価とコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。